ジャコモ・ファッコは、イタリアの作曲家、バイオリニスト。パドバとベネツィア近郊の集落マルサンゴに生まれる。1705年より、スペインのシチリア副王であった、ロス・バルバセスコ・コーカル・ロ・アントニオ・スピノラのパレルモでの、宮廷の合唱指揮者、バイオリン奏者となった。1708年にスピノラの宮廷がメッシーナに、移るとそれに従った。当時は、スペイン継承戦争の最中で、 メッシーノで、ファッコは、フェリペ5世の勝利を称える作品を作っている。1720年に、ポルトガルの宮廷のオファーを断って、スペインの宮廷音楽家となった。最初は、ルイス王子に、クラビコード教師として使え、次に、フェルナンド王子に使え、1731年以降は、カルロス王子の教師を務めた。マドリードで死去。代表作年に、 アムステルダムで出版されたバイオリン競争曲集、火星復興への考察オーパス1がある。その他にも、オペラやカンタータがある。当時は、巧妙な作曲家であったが、その後忘れ去られてしまった。再発見されたのは1962年、イタリア出身のメキシコの作曲家、ウベルト・ザルノリの手によってである。ありがとうございます。